But when you're crying, you're bringing out the rain, so stop crying. Me and you. おめでとうございます。春日ひろみでございます。浅草の、お古巣であります元国際劇場で21年間この浅草に通いました。今日この、節分会に出席でき、皆様の元気なお顔を見て、今日いらっしゃられるお客様は皆さん1年間元気で暮らせるという方たちばかりだと思います。今年良い年でありますようお祈りいたしております。こんにちは。おはせぐるという曲で頑張っております、畑千恵子と申します。まだまだですけれども、今年も1年元気で頑張ってまいりたいと思います。今日の出会いに感謝を申し上げます。どうぞ今年1年皆様お幸せに。ありがとうございます。皆様こんにちは。園田美幸です。今年も通してお会いできまして光栄です。皆様にとって今年も幸せなことと思われることがたくさんありますようにお祈り申し上げています。どうもありがとうございました。どうも皆さんこんにちは。三遊亭金徳でございます。今どういうところへ出てるかと言いますと、今日こちらは豆まきが終わりまして、まっすぐ東京へ参りました。東京から新幹線に乗りまして、今日中に岡山というところへ参りました。で、岡山でもって明日の朝早くに学校へ説明でやりました。その後四国に渡りまして、今治というところで公演をやって、そして東京へ帰ってきて NHK のドラマの収録に入るというような、そういうスケジュールを一日も早くこなしてみたいですね。いや、しかしですね、我々こういうところで喋る商売って大変ですよ。何が起きるか分かりませんですからですね。で、喋って今苦労してるのは白鵬ですかね。あの問題発言がありましたから、反省して今毎日国技館でもって掃除してるそうです。ほうきでこう履いてるらしいんですね。チートには持たないそうです。なんでかっていうと白鵬だそうです。実は今度21日から瀬戸本演芸場の夜席で、私が取り踊っております。こちらでお会いしたらもうお友達ですから、ぜひとも瀬戸本演芸場の楽屋に遊びに来てください。マジでね。ただ話し方の楽屋ってのは素手で来るところじゃないらしいですね。お賽銭持ってきてください。どうもありがとうございました。巻き順でございます。昭和30年からずっと浅草を出ないで浅草でバカやってます。今は東洋館、そして、木馬亭の方でお芝居もやって、頑張っております。もうどうなの、どうぞ。本当によろしいですか。歌舞伎俳優の本田美之介でございます。こんにちは。浅草の皆様方、先月中は新春浅草歌舞伎本当にお世話になりました。ありがとうございました。ぜひぜひ来年もですね、この新春浅草歌舞伎、この浅草の地に帰っていきたいなというふうに思っておりますので、今まで知っていてくださっていた方々も、今日初めて僕のことを見たという方々も、これを機にまめに私のことを思い出していただきますようお願いします。なんですが、別にネズッチが今ここにいないというのは別に不仲だからとかそういうことではございません。ただただスケジュールの都合でございます。はい。また皆さんのね、お顔が見れるように、来年またここに立てるようにまた頑張ってまいります。今日はおめでとうございます。稽古師匠の前に散らかしてもらいます。稽古師匠はね、結構ね、長くなるんですよ、僕ら。ですから、なるべく短めに喋っていただくように、皆様方、寒いでしょ。寒いよね。あったかくなるということ。
コツ分かりますか？あったかくなるコツは隣の人の財布を盗むことです、この後ドームワンは浅草の演芸ホール7時半に上がります。私どもの最高顧問であります宇佐美京子よりご挨拶申し上げます。よろしく。私の代わりになんか言ったらしいから言わないもん。だけど私ね、今考えたらね、浅草で生まれて浅草の区役所にこう戸籍を置いたんですよ。で、育った場所がね、焼けてないけどあるの、田中町にあるの。売っちゃったから私のもんじゃないんだけど、だけどね、今いるのは龍泉ですからね。で、嬉しいね、浅草生まれて浅草でこう豆まけるなんてだね。どうぞよろしく。私92ですから。92ですよ。これだけ驚くけど私と同じ年にないじゃないかな。長生きしましょうね、みんなね。どうもありがとうございます。あともう巻いちゃってるの。あんまりないと思う、豆が。ないと思う。どうもありがとうございました。青空たけしさん、明日純子さん、ダブルコロン木曽さん、中さん、新山秀也さん、新山康子さん、西村京さん、春風光太さん、春風福太さん、牧純さん、チャンス青木さん、ダブルモアモア東条新さん、東条健さん、三遊亭金時さん、園田美幸さん、春日ひろみさん、畑千恵子さん、松島智子さん、笹みどりさん、坂東美之助さん、宇津美恵子さん、毒まぶしさんでよさでございました。先生の話をお送りくださいませ。どうもありがとうございました。